タルミ鉄道ハイモ230から300系機動車は、1985年1987年に、各1両が製造された、タルミ鉄道の機動車である。本校では1988年1992年に、各1両が製造された造備車で、扉構造が異なるタルミ鉄道ハイモ230から310系機動車についても合わせて記載する。 1984年10月に日本国有鉄道、たるみ線を第3セクターに転換して開業したたるみ鉄道が増発、延伸などの車両需要増に対応して1985年から1992年にかけて4両を製造した機動車である。形式名、ハイモはハイスピードモーターカーの略230は馬力表示の機関出力を意味している。 開業時に投入したハイモ180から100系、ハイモ180から200型では、保守、運用の経済性を重視し、地方交通専用として、バスの部品を多用して、富士重工業が開発したエルイカー2の標準寸法を採用したが、ハイモ230から300型では、車体長、幅が拡大され、ボギー車となった。引き続き車体には、バス用の部品が多用されている。 エンジンはハイモ180から100系、200系のポリエチレン 6H をターボチャージャー付きとして、出力を向上した、ポリエチレン 6HT03 が採用された。4両とも正面貫通式、両運転台、トイレなし、ロングシートで、最初の1両は、客用扉が折り度、2両目以降は、引き戸となり、ハイモ230から310型に形式が区分された。 二両目は灰も230から302として落成し、灰も230から313登場時に灰も230から312に改版されている。灰も295から610系、灰も330から700型に置き換えられ、灰も230から301が2009年、灰も230から312が2011年、 ハイモ230から314が2015年に廃車された。ハイモ230から312は廃車後、ミャンマーに輸出。ハイモ230から314は JR 貨物北陸ロジスティクスに譲渡された。富士重工業製のレールバス LE カー2として15メートル級の車体を初めて採用、台車もボギー式となった。LE カーシリーズでは、 バス用構え体を流用したため全幅が 2440mm となっていたが、ハイモ230から300型では2台分のたるきを接合することで 2700mm となり、以降の LE カーシリーズの標準寸法となった。前面は貫通式、乗務員室は左側に設けられ、ハイモ230から301には乗務員用扉が設けられたが、 それ以外の車両では乗務員扉は省略された。ハイモ230から302以降の車両は全小灯と尾灯が角形となり、一体のケースに入れられている。ハイモ230から301では折り戸の、それ以外の車両では引き戸の客用扉が片側2箇所、両車端に設けられた。扉間には中央部に下半分が引き違い式、上半分が 平面窓固定式の幅 1600mm の窓6組と、運転台がない側の扉より 2060mm の同構造の窓1組が設けられた。引き戸が採用された車両では扉に隣接する窓は固定式となった。灰も230から301、302、313の外部塗装は灰も180から 100K、200K 同様ブルーをベースに、 タルミ鉄道の頭文字である T を図案化した赤と白のストライプが倉庫に描かれたもので、ハイモ230から312は池田マスオがデザインしたものとなった。車内は全席ロングシートである。FU34 系台車写真は、しがらき高原鉄道、SKR310 系のモノエンジンは、ハイモ180から100系、200系用のものにターボチャージャーを搭載して、 出力を向上した日産ディーゼル製、ポリエチレン 6HT03 ディーゼルエンジンを一気搭載、動力は、新構造機製、スカー0.91バイト液体変速機を介してに、軸駆動の台車に伝達される。台車は上枕空気バネ、軸バネ式 FU34D、T が採用された。制動装置は、SME 三管式直通ブレーキが採用された。暖房装置は、 エンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置はバス用のものを流用した能力2 5 6キロワットのアイクプーマイナス023が設置された。灰も230から310系二両編成の列車たるみ鉄道開業1周年の1985年10月6日から運転を開始した。LE カー2の標準寸法を採用した灰も180から100系。 200型に対し、全長、全幅とも拡大され、当初は混雑時の列車を中心に運用された。LE カー2シリーズとして、初めて15メートル級の全長、2700ミ、mm、リメートルの車体幅、FU34 系ボギー台車を採用し、以降の他社車,車両でも、標準的な寸法、仕様となった。当初は、タルミ線大垣駅小海駅間で運用されたが、 路線延伸に伴って運用範囲も拡大されている。1987年には扉構造を変更した一両が増備され、1989年の神戸駅、樽見駅間延伸開業に備えて、さらに同構造の一両が追加されたが、この時から形式が灰も230から310型に変更され、1987年製の一両に、 ついても改版されている。1992年には最終製造となる一両が追加されたが、外部塗装が池田マスオデザインによるものに変更されている。301は2004年から創価に沿線の子供の絵画を貼り付けて運転。312は1995年10月に池田マスオデザインの外装となった後、2007年から元寿司の PR 塗装。 313は、旧ネオ村の広告塗装。314は2006年からも、レラギフの広告塗装となった。新造車両に代替され、2009年が始まっている。ハイ295から617の、収益によりハイ230から301は2009年度中に、廃車されるべきところ、補助金の規定により特別許可の上1ヶ月、延長して運転され、 2009年4月に廃車された。ハイモ230から312は廃車後、ミャンマーに輸出され、ハイモ230から314は JR 貨物北陸ロジスティクスに譲渡されている。ハイモ230から313は2018年11月、廃車。ありがとうございます。